梨田館です。うまい、うまい、うまい、いただきました。うまい。じゃあマレーシアに来て驚いたこと、はい、はい、オンザウェイ、実際オンザウェイじゃない。はい、バイク服こうかけて乗りがち。はい、サッカーのユニフォーム着がち。Hi Simo, welcome back to my channel, Cousin Kayo Malaysia. How are you doing? Today we have a Japanese guest. Actually, she's a YouTuber and she has been to Malaysia for maybe 3 or 4 months already. And today she is curious for trying Malay food that we are proud of. So we're gonna talk to her. Let's do it. Jump. あれは Sanami-san.なみさん、おはようございます。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちはか。いや、今日は来ていただいてありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。なみさん、マレーシアに来て、はい、もう3ヶ月ぐらいですか。そうです、3ヶ月ですね。3ヶ月か、はい、どうですか、マレーシア生活は。いやー、すっごい楽しいですね。楽しい。マレーシアのご飯って結構食べられましたか。も全然まだまだ開拓できてないんですよね。良くないですね。はい。でもしよければ、はい、今日は僕が好きなナシラガンっていう、ナシラガン、ナシレマとか、はい、ナシゴレンとかはまた違ってマレー料理なんですけど、はい、どこか日本を感じられるような料理が、食べたい。よければそこにちょっと行きませんか。はい、行きましょう。よっしゃ。ということで、じゃあ行きましょう。はい。おー、着きましたね。この感じやばいね。めっちゃワクワクしてます。こんなドローカルなお店来たの初めてなんで。初めてですか。はい。しかも、あ、すごいカレーのいい香りがしますね。あ、確かに、確かに。あ、ちなみに辛いのは、うん、辛いのはそんなにね、得意じゃなくて。はい、めっちゃ辛いのもあるんですけど、はい、ものによっては、まあ、日本人でも食べられるようなのもあるんで。あ、本当ですか。はい、おー、それは嬉しい。小学校の頃に変えた給食の香りがする。そんなに匂いします。うん、なんか懐かしい香りがしませんか。意外となんかマイルドね。意外にマイルド。マレーシアのチキンって柔らかくて美味しいですよね。いや、本当にそれなんですよ。うん、これはなんかナシクラブっていう、はい、不健康そうに見えるんですけど。そうですよね。なんかあの花、はい、バタフライピーっていうなんか青い花があるんですけど、はい、あ、着色料を使わずに使ってないです、はい、あ、でも場所によってはやっぱり手間がかかっちゃうんで、うん、使ってるとこもあるみたいなんですけど、基本的には使わず。あ、そうなんですか。パクチーとかそういう系が好きな人は好きかもしれない、ね。はい、あ、じゃあちょっとタイ料理風な。ナシダガントレンガルではナシダガン、ナシダガンです。おー、美味しそうな香りです。いただきまかん。うん、安定にうまい。朝にですね。いただきます。あ、緊張する。香りはどうですか。あの香りは優しいカレーって感じがしますね。うん、どうですか。美味しい。美味しいですよね。うん、そう来るかって感じの味じゃないですか。そう来るかって感じ。うん、なんかもっと辛いのを想像してたんですけども、このほのかにココナッツの香りがして、うん、でそれがちょっとね、ピリ辛と合わさってめっちゃいいですね。うん、ベストマッチ。ご飯も若干日本のご飯と近くない、うん、似てる。うん、パサパサしてなくて、うん、もっちりとしてて食べやすい。日本のご飯と、うん、もち米の間みたいな感じ、ね。うん、まさに。いい。うま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 い。いただきました。うまい。ツナ系ですよね、ツナ系。うん、ツナみたいな味がする。そう、マレーシアで何のお魚料理が美味しいんだろうなってすごい探してたんで、うん、え、これこれから毎日食べますよ。いただきます。どうぞ。うん、あ、懐かしい味。日本でしょ。日本だ、これ。マレーシア感あって、うん、なんかどこかに日本を感じる。そうですね、びっくりした。ローカル料理でこんな美味しい料理があるとはちょっと舐めてました。もしかしたらナシレマより日本の人に馴染みやすい味。馴染みやすい味ですね。もうお酒やめられない人の気持ちがわかるなって。お酒は飲みます。お酒全然飲まないです。飲まないですか。僕も飲まなくなりました。なんかお酒飲まなくてもマレーシアにいるだけで生活が満たされちゃうから。多分それが真理だと思います、ね。うん、なんか結構日本に住んでると、うん、例えば仕事終わりに一杯やるかとか、うん、週末金曜で花金だから飲むかみたいな、うん、もちろん味もあるんですけど、はい、どっちかというとそのリラックスとか、そうですね、楽しんでるっていうのを出したいから飲んでるみたいな、はい。まあ、そんなにね、こっち来てストレスもないし。はいはいはい。あとマレーシアってめっちゃカフェ多くないですか。多いですね。ね、
あ、モンタキアラとかも行きますし、あとまあパビリオンの方とかにも、そう、なんか日本ではこんなカフェたくさんなかったから、マレーシアのカフェの方がすごいインテリアとかめっちゃおしゃれなんですよ。居酒屋がない分そういったカフェがたくさんあるんだろうなって思ってましたね。そんなちょっと隣に座らせていただいて聞いていこうかなと思って。あ、ぜひぜひ。マレーシアについて、はいはい、いいなって思うところも、はい、ちょっとまだ慣れないなって思うところ、差し支えなければいかがですか。そうですね、いや私好きなところばっかりで、好きなところを話すと本当にキリがないんですけども、はい、ご飯が美味しい、はい、多国籍国家、うん、なしでもいいですか。みんな言ってるんですね。わかりました。マレーシアのいいところはもう気候がめっちゃいいなと思ってて、ほうと言いますと、マレーシアにいたらこの暖かいなっていうのは当たり前になっちゃうんですけども、はいはい、なんかインスタで日本にいる友達のストーリーとかを見てると、あ、花粉症やばいとか、あ、はいはいはい、そう、すごい寒いっていうストーリーを見ると、あ、マレーシア見てめっちゃ良かったなって確かに、うん、確かに思いますし、あと最近東京の方とかってめっちゃ地震が多いんですよね。でマレーシアにいたら地震の心配とか一切しなくていいじゃないですか。はい、津波とかもないし、まあ、気候もいいし自然災害もないってところは安心して暮らせるなって思ってますね。でも津波さんモデルをやられてるじゃないですか。はい、やっぱちょっとたまには長袖の服とか着たいなみたいな。いや一切思わない、思わない。はい、夏服の方がすごい好きなんですよね。はいはいはい、しかもマレーシアってすごいアパレルとかいろいろ見てて面白いのが、はいはい、まあ、安いのもすごくいいし、クオリティもいいし、あとカラフルなお洋服がすごい多いんですよね。はいはいはい、そう、あとヒジャブかぶってる女性もなんかいろんなカラフルなヒジャブがあったりだとか、あとカズさん結婚式とか言ってたけど、はいはい、なんか結婚式ってドレスコードがあるじゃないですか。はいはいはい、なんかピンクメインの、あります、あります、ね、服にしましょうとか、そう、そういったなんかそのファッショナブルな感じもすごいマレーシア好きだなと思いますね。うん、じゃあファッション的な話をすると、はい、日本って結構あんま僕詳しくないんですけど、はい、例えば雑誌が、今年はこの色ですみたいな、はい、今年はこれを着ようみたいな、あ、やっちゃうと、はい、結構例えば東京の街中、はい、みんな同じやんみたいな、はい、マレーシアってどうですか。うん、そう、マレーシアがすごいなと思うのは、なんか自分の好きを大事にできるっていうのがいいなと思ってて、例えば日本だとさっきカズさんが言ったように、まあ、今年のこれトレンドはこうですよっていうものが決められてて、なかなか自分の好きを表現しづらいなっていう環境があって、はいはいはい、ただマレーシアは本当に私ピンク好きって言うんだったらもうピンクのものをとことんしたりだとか、と派手なファッション好きって言ったら派手な格好もできるし、そういった自分の好きを大切にできるのはすごいいいなと思いましたね。いいですね。うん、まあ、日本は日本で、まあ、集団的な心理で動くっていうのはすごく、まあ、ある意味いいと思うんですけど、まあ、一長一短ですけど、うん、個人的に津波さん的にもそうですか。うん、マレーシアの方が合ってるかな私は。うん、これは視聴者の方からの質問なんですけど、うん、最近マレーシアに来る日本人の方がめちゃくちゃ多いんですよ。私のコメントでもよく聞きます。はい、なんでなんですかね。わかんないそれ、ね、なんでなんだろうなって。そう、やっぱりあれなんじゃないですかね、日本に未来がないからまあ不安を感じてっていうところですかね。はい、そうですね、不安を感じる人が多いし、あと日本はやっぱりお年寄りが多い社会、はいはいはい、なので自分たちのこう年代でちゃんと年金を受け取れるかとか、なんかそういった不安とかもあったりするんじゃないですかね、今の若者は。僕ら世代、同世代、はい、同世代ですね。僕ら世代はやっぱ疑問を持ちますよね。そう、疑問を持ったり、あとこの厳しい日本の上下関係って何のためにあるんだろうとか、うん、あ、じゃあやっぱストレス的なところもあったり。そうですね、違うところを探して、うん、ね、税金すごく高いし、生活費も高いし、ね、そう、地震のリスクもあるし、みんなが気づき始めた、みんながようやく気づき始めたんじゃないですかね。まあ、あとその日本のいろんなメディアでやっぱマレーシアすごい住みやすいって。あ、そうなんですか。そう、ボンビーガールとかで発信してるんですよ。はい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 、そういうのを見て、あ、マレーシア行きたいと思ってる人が多いんじゃないですかね。うん、やっぱ結構日本の番組では、うん、キラキラマレーシアみたいな感じで紹介されるんで、そうですね。うん、まあ、もちろんそういった一面もあるんですけど、はい、まあ、実際の日常はこういった、うん、にぎやかな、ね、はい、感じでやってるっていうのもあるんで、はい、ね、なんか自由すぎたりみたいなのがあるんで、はい、あの丁寧な暮らしをしたい人には若干ストレスになっちゃうかもしれないですね。そうですね。どう思います？あと
なんかフレキシブルじゃない人は多分マレーシア合わないかもしれないですね。信号変わんねえなとか、雨なんでこんな降んだよとか、なんでこんな水道工事1時間も遅れんのあれあれですよね。あれある全然ある、うん、もう答えはここは日本ではなくマレーシアだからです。そうなっちゃうんで、うん、さあ日本基準を捨てて外の基準に合わせられる人じゃないとストレスを感じちゃう、うん、じゃあマレーシアに来て驚いたこと、なんだろうな、ローカルの人のこのハンドパワー、あーすごい何かこうパワー、ハンドパワー、あれは何かを持ってる、そうドラゴンボールみたいなね、あれは持ってる、絶対に止めることができる、はい、オンザウェイ、実際オンザウェイじゃないオンザウェイまだオンベッド説、オンベッドはイントゥーザサワー、はい、はい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 、バイク服こうかけて乗りがち、逆あれなんなの、かっこいいあれかっこいいのかな、すごいもうブワブワブワってなりながら疑問に思うことが少なくなってきた最近、あはい、あレジでお買い物をすると必ずメンバーシップって聞かれる、メンバーシップって確かに確かにユニクロとか日本とかってそこまで丁寧に会員ですかって聞かないから、はいはい、ポイントカード大切にする文化なのかなと思いますね、確かに確かに、うん、あはい、はいはいはい、どうぞどうぞどうぞ、サッカーのユニフォーム着がち日本だとサッカーのユニフォーム着て街歩いてたらなんだこいつってなります、なんなら日本代表もいる、そういるあれ面白い、確かにいるわ、確かにいる、はい、はいはいどうぞどうぞ、その I'm from Japan って言うと Oh 鬼滅の刃ドラゴンボールって言われがち、言われますグラブのおっちゃんとかね、すごいマレーシアの人日本のアニメとか漫画好きだなって思いますね、はい、はい、バスはいってやっても止まってくれないがち、バス乗ったことない、乗ったことないですか、リッチマンだな、だ3回に1回ぐらいは止まってくれない、もう必死になってあーってやんないとバス止まってくれない、はい、はいはいどうぞどうぞ、飲み物アイスって言わないと氷入ってないがち、えデフォルトでホットが出てきません、この国に、はいはいはい、はい、それで言うとノーシュガーが全然ノーシュガーじゃない、はい、ありますね、いらんって言ったのに入ってる、そう何でもデフォルトでシュガー入ってますよね、私驚いたのがなんか緑茶にもシュガーが入ってたのびっくりしました、あるある、うん、はいはいはい、はい、あこれはいいことなんですけど、ホームレスとかの人にお金あげがち、はい、あめっちゃあげる、めっちゃあげますよね、マジでびっくりします、日本だとその上げることって必ずしも助けるっていう考えてないじゃないですか、そうないし、ちょっとホームレスはあんま近づきたくないみたいなのがありますよね、ただ多分イスラムの教えか何かで、みんな幸せになろうぜっていう感じなんで、そうですよね、これもね新しい、そう困ってる人がいたら結構ね助ける人も多いですもんね、そうそうそう、日本はあげちゃうと何も解決しないからあげないみたいな、ドライドライドライ、うん、OKOK、 全部いい、いいところ、いいところ、はい、で、スナビさんはあの YouTube チャンネルあるんで、はい、スナミインマレーシア、スナミインマレーシア、なんかどっちでも出るんですよ、まあ、どっちも出ますね、スナインマレーシア、はい、If you like this video, please give us thumbs up, subscribe to our channel, and then please go follow Sna in Malaysia. Yeah, please subscribe to my channel. マレーシアの Vlog を主に発信しています、Life about Malaysia, luxury hotels and a condominium, and sometimes for local places, like triangle bar. So if you are interested in Japanese life in Malaysia, definitely you gotta watch it and subscribe to her, please. ありがとうございました。ありがとうございました。テレマカシ。マニア。バイバイ。それとなんか、はあ、美味しかった。ただに仕事だった。今お支払い来たんですけど。嬉しい。She's a YouTuber. YouTuber. Yes, I'm also a YouTuber. スナミ、please subscribe to my channel. スナ。スナ。チャンティ。ナシダガンさんがスダ。スダ。スダ。じゃあ、カミスカ。バカなマレーシア、マレーユ、yeah, very nice, very sedap. Okay, thank you. あ、タレマカシ。Thank you. ジンパラギ。バイバイバイ。バイバイ。バイバイ。結構あるあるなんですよ。あ、そうなんですか。言ってくれる方。優しい。優しいですよね。多すぎて。はい。気まずくなるという。そうですよね。申し訳なくなっちゃう。あ、okay. 生？私やべ。Which one? マカンディクダイチャヤ。うん。
あ、あの人だよ。ああ、あの人か。すごい。あれがオーナーですね。OK。タレマカシ。タレマカシ。バイバーイ。